ナイトライダー、陰謀と破壊と犯罪の渦巻く現代によみがえる正義の騎士、タモリです。2021年4月の10日発売になりました。本日はこちらになります。ジャババーン、レトロエンターテインメントからナイトライダーになりますね。KITT、キットですね。キット、スーパー、パシュートモード。パシュートモードっていうのは、遺跡モードと言われるもので、トランスフォーマーみたいにね、変形するんですよね。その辺はね、ちょっとブリバリした時に見ていきたいと思うんですけども、ナイトライダーっていうのは、まあ、私も後追い棒なので詳しくもないんですけども、1982年から全84話アメリカで放映されてたものなんですけども、1986年からはね、日本でもテレビ朝日で放映されたドラマになりますね。オープニングがね、とってもね、印象的で、なんか今ではね、なかなかお目にかかれない、ちょっとね、あまり癖のないナレーションから始まって、そしてね、陰謀と破壊と犯罪の渦巻く現代に蘇る正義の騎士ってね、なんかね、そう、ちょっとね、名言っぽい感じのオープニングがすごく印象的だなぁと思うんですね。現在2021年ですので、今から約ね、39年、40年前にもかかわらず、もうすでにね、自動運転とかね、そういう装備のついてるね、お車ですので、すごいですよね。ドリームカーナイト2000っていうね、お車の名前になってますね。主人公がマイケルナイトっていう方で、そのマイケルとね、ナイト2000、車とね、人がの会話が実現してるお車になりますよね。スーパーパシュートモードなので、すごくね、胸がワクワクしますよね。でこれどうなんでしょうね、以前1年前ぐらいにレトロエンターテインメントで発売されてた時はデザイナーのね、サイン入りのもので、結構ね、それが話題になったものなんですけども、その時とちょっと、どこか変わってるんでしょうかね。私、その時ね、人気がありすぎて買えなかったので、手にしてないのでね、その辺の違いがわからないんですけども、一緒なのかなと思うんですよね。ブリスターなんか見ると一緒ですしね。同日発売になりました、スカイラインコスカと、ケーニグセグはちょっと、購入は控えました。もういっぱい持ってますしね。ケーニグセグは、ヘッドライトのところがあまり気に入ってなかったので買いませんでした。威張りしてまいりたいと思います。うわー、楽しみだね。こんな感じですね。で今回はなんで買えたかっていうと、やっぱこれもね、単品販売の恩恵でね、購入できたのでとても嬉しかったですね。もう1年越しのね、購入ですので、すごく嬉しいですね。開けていきましょう。ドリームカーナイト2000なんですけども、ベースとなるね、車両は1982年製のポンティアックファイヤーバードトランザムですよね。おーおー、変形しとるなー。あー、テールランプとかもね、ときたいなーと思うんですけども、その変形シーンね、私トランスフォーマーとか大好きですので、ギミックでね、ちょっとね、この辺が出たり入ったりね、できたらね、最高だと思うんですけども、ディアゴスティーニなんかでも最近このナイトライダーね、発売されたのかなと思うんですけどもね、私はね、64分の1のミニカーのコレクトが趣味ですので、そちらにはね、手を出さないと思うんですけども、でも欲しいなとは思ってますね。でお話の続きの、そのトランザムなんですけども、まあ、ポンティアックファイヤーバードのトランザムの、トランザムっていうのはね、グレードを表す意味で、まあ、一番ね、高グレードのファイヤーバードがファイヤーバードトランザムっていうね、名前がついてるものになりますね。パシュートモードですよ。そのパシュートモードとはね、何かというとね、100キロに到達するのに 0.2 秒、04だと4秒。で、最高速がね、なんとね、480キロ。480キロ出るんですよ、これ、1982年に。ターボブーストを用いると、なんとね、15メートル以上もね、ジャンプができるというね、ビュー。ね、もうね、その他にも、いろいろなね、機能が盛りだくさんになっていまして、まあ、例えばね、アナライザーとか、レーダー、なんかもありますし、あとサイレントモードね、サイレントで走るんですよ、これそしてね、監視モードがあって、あとマリオカートバリに後方からね、オイルを噴射するのでね、今月のね、3日にご紹介させていただきましたボンドカーをもしのぐ装備かなと思いますね。でこのボディがですね、分子結合されたボディで、なんとね、トンカチでね、叩いても、そういうシーンもあるんですよね。トンカチで叩いても傷一つつかないというね、銃弾とか衝撃、爆発などにね、耐えられるもので、防弾ガラスにもなってますので、全然ね、弾が当たっても、びくともしないので、まさにね、ボンドカーをしのぎますよね。
この前のね、ボンドカーはでも、蜂の巣になってましたからね。現代でもね、まだね、課題のある自動運転をね、もう1982年当時にはね、もう自動運転で走ってますのでね、すごいですよね。でなんて言ってもね、まあ今で言う AI と言っても言いましょうかね、キットがね、人工知能を備えていて、主人公のマイケルとね、会話するっていうシーンもね、たくさんあって、とてもね、楽しいですよね。で今回はプレミアムラインですので、もちろんね、チャーシーもダイキャストになっていて、ホイールが変わったホイールですね。これは多分専用ですかね。なかなかお目にかかれない、ホットウィールではお目にかかれないホイールですよね。上を見ていきますと、内装が確かに劇中車はこの色なんですよね。で、内装を見ていくと、ハンドルなんかはこのコックピット並みのね、まあ、マイケル本人も言ってましたけど、ね、マイケルが初めてこのね、ナイト2000と顔を合わせた時にね、コックピット見てね、飛行機じゃないんだからみたいなね、セリフもあったかなと思うんですけども、それを彷彿させるこのハンドル。シートも面白い形してますね。これはほんとね、ぜひ皆さん、ナイトライダーにもね、興味なくても、ホットウィールの異端児としてね、コレクションするのもいいんじゃないかなと思います。もう私はね、このね、YouTube でいっぱいこの画像を見ますので、もうパシュートモードだらけの動画とか、それをね、10分、永遠とパシュートモードのシーンだけの動画とかを見るのも大好きですし。T っていうのは略なんですよね。ナイトインダストリーズ2000。英語で言うと、ナイトは K ですよね。で、インダストリーズが I で、T が2000s 2000ですよね。TT2000s なんで2000。喋るときは、ちょっとここでは、パシュートモードになってるのであれですけども、へこんでね、ここが赤く光るときに、赤く光るんですけども、そこがね、会話と連動してて面白いなと思いますよね。で、スーパーパシュートのモードになるとカッ飛んでいくわけですよね。もう飛行機みたいな音しますかね。おひょみたいな感じで走っていって、そして、ね、あれこれ早送りじゃねえぐらいの感じで、こうやってね、走っていくんですけど、めっちゃ早送りされてんじゃないかな、みたいな。そういうシーンになってますね。ごめんなさい、もうね、ナイトライダーね、動画でたくさん見てるので、もう、べしゃりがね、あ、ここには、はい、あるんだ、赤い光、ちゃんと塗られてますね。で、一応ね、変形する場所は、このフロントですよね。フロントが、まず出っ張って、上にね、これが、ちゃんと上に上がって、二つのギミックですよね。そして、ここからね、羽が出てまいりますね。両サイドから羽がギューンとね。で、ここのフェンダーのところも出てくるんですよ。ここの部分もブニューンって出てくるんですね。でここのピラーのところの、ここも出てくるんですね。まあ、エアインテーク的なね、まあ、空力でしょうね。エアロ的な感じで出てくるんだと思いますね。そして、なんとね、フロントもいいですけども、リアがね、ここも、この赤いね、この今でいう LED ライトっぽいところは普段は隠れてるんですよね。このテールランプが純正の感じですので、それがね、ブイーンってこれも上がってね、ちょうどパーツが上がる部分はこのグレーでね、塗られてると思うんですけども、そうですね、全部グレーで塗られてるところが稼働するって感じになりますね。うわぁ、かっこいいね。で、ここにちょっとナンバーにね、なんか字が書いてあるんですけど、ナイトライダーって書いてあるのかな。あ、そうですね、ナイトって書いてありますね。ナイトって書いてあります。フロントは、うわー、でもすごくいい。これはちょっとね、ここに今ありますけども、ここにね、即行きますね。何と入れ替えようかちょっと悩みますけどね。それでは視点を下げて、さらにね、詳しく見ていきたいと思います。シャーシはこんな感じですね。結構再現されてるので面白いですね。この辺とかもやっぱナイトライダーの感じなんでしょうかね。すごい。これ社名なんて書いてあるんだろう。社名は特に書いてないのかな。2018年の金型になってますね。ユニバーサルスタジオとは書いてあるんですけども、社名は書いてないですね。それでは下げていきます。それでは視点を下げて見ていきたいと思います。いやどう見ても早そうには見えないですけどね。これ出てこない方が早いんじゃないかなって思っちゃいますけどね。まあ、なんて言ってもね、陰謀と破壊と犯罪の渦巻く現代に蘇る正義の騎士ですからね。いや、ほんとね、この内装を見るのも楽しいですね。で、ちょっとね、興奮してね、ベラベラ喋っちゃったので、造形をね、よく見てなかったんですけど、今こうやって見てるとね、もう本当に満足のいくものになってるかなと思います。もう
フロントから見るとね、かっこいいんだかかっこよくないんだかよくわかんないような感じですね。うわーかっこいいなー、かっこいいというかなんだろう、すごい所有欲を満たしてくれるものですね。もう妄想がね広がっちゃいますね。マイケル山田ね、マイケル山田とドリームカーナイト2000のね会話がねこう妄想できますよね。ホイールはそうですね、これなんかね初めて見た感じがするので、もしかしたら専用設計なのかなと思います。なんといってもやっぱリアがもう素晴らしいですね。これこれはこれターンテーブルでぐる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 ずっと見ていたい感じがしますね。ここちょっとね稼働したら最高だったなぁ。どこかこのリアからやっぱりここのリアのねテールランプがこうガチャンって一段下がってねこう見えるたらね最高ですよね。まあ、妄想しましょうか。でまあ、ポンティアックファイアーバードの特徴でもあるね T バールーフが再現されているというか T バールーフ仕様になってますね。ホットウィールでこのポンティアックファイアーバードはあったかな、3代目ナイトライダー、あのねオープニングの、ね、音声がねもう昭和バリバリの感じですよね。1986年に日本で放映されていたので、やっぱりそうですね、あと追い棒には私なっちゃうかなって感じなので、もうちょっと私、まあ、もちろんね生まれてたんですけども、まだね車にそんなに興味がなかったのと、当時はそうですねナイトライダーやってたのかな、全然記憶にないんですよ。大人になってからかなナイトライダーっていう存在を知ったのは。なのでそんなにね語れるほどの知識はないんですけども、今ねネットの時代ですのでね、ほんと YouTube で手軽に見られるっていうのは本当ありがたいですよね。というわけでね、ミニカー云々よりもねちょっとベラベラと喋ってしまった感があるぐらい、ハンドルこのダッシュボードの形状とかも面白いっすね。もうほんとコックピットみたいになってるんですけども、残念ながらねそういう計器類はね再現はされてなかったですけども、ハンドルだけでもいいかな、コックピットっぽくなってるのでね、買ってよかったなぁと思える一台になりました。最後までご視聴していただきましてありがとうございました。それでは次回の動画で、バイバイキュー。